もう本当にね、あちこちで、いろいろ話題になっていると思いますけれども、いいともグランドフィナーレ、奇跡の瞬間、もう本当に何からおしゃべりしましょうか。何を聞きたいですか。何を聞きたいでしょうか。まずそもそもの、構成からいきましょうか。構成、構成表というか順番みたいなのが、台本やね、台本あるんですけど、まあ誰も台本開けてないですよね。で紙一枚あって、この順番ですっていうのが置いてあったんですよ、ほんで見たら、吉永小百合さんのブロックがボーンとあって、その後、丸一明石家さんま、丸二ダウンタウン、丸三うっちゃんなんちゃんで、ここで、まあ、言うたら、一つブロック終わり、やったんですよ。でちょっと空いて次、ナインティナインって書いてある下から、爆笑問題、トンネルズ、笑福亭鶴瓶でわーって書いてあるんですよ。これは、まあ、言うたらもういろんなところでね話題になってるから、まあ不仲説やとか、なんか大人の事情やとか、まあいろいろあるのかも分かりませんけれども、スタッフの気遣いやね。そう、気遣いなんですけど、気遣いでないない、そのこのさんまさん、ダウンタウンさん、雲南さんまでクリアすれば、あとはもうみんなガーッといけるでしょうっていうことやったんですよ。ナインティナインでわちゃっとしよう、わちゃって、そっからはもうなんか大人の事情、不仲説、そんなもう関係ないからわちゃって行こうよってなってったんです、で、まあ普通にまあスタンバイしますよね。時間こう吉永小百合さんのブロックになって、でさんまさんがわーって出て行って、昔の日本一の最低男のコーナーが始まったりとかして、ほんで僕高明さんの楽屋にいたんですよ、で高明さんの楽屋にいていろいろ喋ってたら、オグって言っても分からへんな、スマスマのディレクターさんの方が、まあ、飛ぶ薬から、ずっとやってるくれてた人がいるんですけど、スマスマのディレクターの方が呼びに来たんですよ。ナイナイさんもちょっと用意してください。あれちょっと早いなと思って、まだダウンタウンさんも出てはれへんかったし、あれちょっと早いなと思って、あでもスタンバイなんや、さんまさん押すやろみたいな、それはあったね、予想は結構あった、皆さんの中であってね、でもなんかやけに早いなスタンバイすんのと思ってたら、そのオグが高木さんにもスタンバイお願いしますって言わはったんですよ。ほんで高木さんが早くない、まだでしょってなってて、高木さんその時点でパンツ1枚やったんです、まだ、パン1の状態やったんですよ。でも、で、僕らがわーって用意して、おしっこ行って上上がった時に、ダウンタウンさんがわーっと、雲南さんとわーっと入っていったんですよ。それは聞いたんですよ。もう、ダウンタウンさんと雲南さんも時間がないから、二組一遍に出るみたいですってなって、それええねんけど、おらんとこからまたそこリセットすんの辛いなと思って、そこも一旦全員吐けて、俺らからスタートするってなったら、これは厳しいなぁと思ってたんですよ。ほんだら、なんか分かれへんけど、ずらーって僕らの前を、トンネルさんがドワーって走っていったんですよ。前室をね。うえと思って、何ってなって。おっきい二人やから、またなんか迫力あんのよ。ザーって行ったから、なんって言ったら、もう中からスタッフが出てきて、もうトンネルズ行くよ、トンネルズ行くよってなって、行くってどういうことですか、順番はって言うたら、もう、ダーって出ていったん。ほんだら、その横を今度、爆笑さんがわーっと抜けていって、爆笑、ちょっと、マイク言うて、そっからもうマイク、早くつけてくれ言うて、で、マイクつけて。抜かされていったの。ほんだら、あれと思って、ほんで、とりあえずマイクついたから、もう、バーって行こうと思ったら、まだ、田中さんいたんですよ。田中さんが目の前におったから、いや、でも、これ、太田さん出てるしな、田中さん、おるし、まあ、田中さん先出てからやなと思って、田中さん待ってから、で、モニター見てもうええかなと思って、俺は出て行ったんですよ。
本来な順番は、うっちゃんなんちゃんさんの後に、仕切り直して僕らからスタートっていう感じやってんけど。3組帰ってからね。そう。終わってからね。でも、あれ、よくよく考えるとですよ。滑っては、俺松本さんやと思うねん。松本さんが、トンネルズっていう単語出さなかったら、トンネルさん乱入なかったかもしれない。もしかしたら。うん、なぜならその時パンツ1枚やったから。でパンツ1枚で、こう流れを見てはったから、まあ、もしかしたらどっかで乱入しようと思ってたかもわからへんけど、このな、こんだけわーってね、盛り上がってるし、こう、長いって言って出ていったかもわからへんけど、だから、その、松本さんがトンネルズって言わんかったら、乱入なかったかもわからんね。あの形じゃなくなってたかもしれない。なくなってたと思う。ほんで、トンネルズって出たから、もうその瞬間にパンツ履いて、で、のりたけさんに、マネージャーさんに、ちょ、のりたけに行くぞって言ってくれ、つって、マネージャーさんがのりたけさんのとこ行ったら、もうのりたけさんもすぐもう、服着てたみたいで、でもう、まんまんやって、もう、準備万端やって、で、行くついでに、あれよ、太田さんに、殴り込み行くぞっつって、殴り込み行くぞって言われたから、もう爆笑さんもそのしゃあないやんか。東京勢やな。東京勢。だからほんまに、だから、トンネルさんと、爆笑さんはちょっとこう東京背負って出て行った感じやったわ。うん、でも多分、あれ、松本さんが言わなかったら多分実現してなかったんかなと思うね。俺らだけやな、何も背負ってなく、一番最後に、おまけや。おまけ。ほんまだから。4番目に出るって書いてたから、そうそうそう。出なあかんっていう、ね。そう、出なあかんっていう。ね、まあ、とりあえず出たけど、もうあんなんてさ、俺らが素人の時に見てた人たちが、あそこにいるわけですよ。すごいわ。すごいんですよ。あんなんてほんまにもうなかって、まあ、一回俺らが河田町のフジテレビあった頃に、まあ、ちょこちょこ出てくる話ですけど、春祭で、一回さんまさんがいて、ダウンタウンさんがいて、トンネルさんがいてっていう、一回だけ俺はギリギリ見れてんねん、それ。緊張感あったね。緊張感あって。うん。やけどもう、そこ、もう、ね、すごいじゃないですか。本来ならもう、交わることのなかった人たちが、まあ、いいともというか、タモリさんっていう人がいたからこそ、あそこにこう、なんていうの？ざっと。すごいよ、タモリさん。並んだのよ。フジテレビの歴史のね。そう。凄さもあるし。もうだから、もうないですよ。式年遷宮じゃないですけど、50年ないです。いや、ないや。50年後もう、みんな死んでるし、ね。集まらへん。もう集まれへんね。だ最後にみんな、なんていうの？あれを見れたんですよ、テレビで。これもだから、いいとものおかげやし、タモさんのおかげっていうのもあると思いますけどね。あれだ、僕ら舞台上ってね、うん、客席には同世代の芸人さんもおって、まあ、上の芸人さんも。もちろん。座ってはるじゃないですか、うん。で、こっちからしか見れないんですよ。うん、座ってる、お客、ね、席に座ってる芸人さんの顔って昔のねレギュラーの方とか その今のレギュラーの方とかわーって座ってるんですよ、やっぱりね、お客さんの顔みんななんじゃこらっていう、いやほんま、まあ僕らももし座ってたら その顔になってるけど、あれすごいなーと思って、っていうはもうなんかなんやろ、すごいとこおったな。俺はもう客席とか見てなくてみんなの顔見ててこうやってうわこう揃ってる揃ってるみたいな、どうなんのこれみたいな、で、あの時にあんだけのメンバーが来たらもう収集つかないじゃないですか、あの時に出たカンペって何か知ってます？生放送よ、生放送であんだけのレジェンドたちがいる時にもう何細いペンで全員に出したんよ、全員に出したんですよカンペ、そのカンペ1枚だけですけど、あんだけの人たちが集まるとどんなカンペが出るかというと、みんなで仲良く話しましょうっていうカンペポーン出たんです。すごいね。幼稚園。
先生が子供に言うような。すごくない？あの面々を前にして出せるカンペってそれしかなかったんですよ。他にないわな、考え。もうほんまにみんなで仲良く話しましょうっていうカンペでしたよ。まあすごかったな。すごい、やっぱりだ、もう皆さんもうね、あの一線の司会者で MC やってはる方で、それぞれのね城を持ってるからね、みんな。その人らが集まると MC がおらんの。そうやね。でそれをまとめるな司会者がいないっていうの。あ、そうか、そりゃそうやわって。うん、もうどうすんのみたいな。それぞれがすごい人らやもん、 MC の。で横で浜さんがどうすんねんこれ。うん、って言ってずっと言ってはって、ちょっとマジなやつやで、マジなやつやで、どうすんねんっつって言ってはるけど、もうどうすることもできへんからね。でも多分なんかそこにあの人たちが映ってるだけでよかったやと思うねん、もはや。うん、別に。いやー、見れたな。黙ってても持つんやろなーと思って。いやー、ほんまに。だから多分俺ほんま松本さんがもう誘ったと思うねん、多分。もうええやんかみたいな。そんな顔があるね。うん、でなんかその打ち上げとかもあったんで、僕最後まで参加したんですけど、徹底取材してきましたから。もう各テーブル回って、あの時何喋ったんですかって、松本さんと何喋ってたんですかって言って、で太田さん何喋ったんですか、何を喋ってきたんですかって言って。鬱陶しい、鬱陶しい。三村さん、なんでヒロミさんと仲悪いんですか。やめなさい、ほじくり出すの。あ、そうなんですか。でまた高木さん、あれですよね、 CM 中こそっと喋ってましたよね、なんか言うたら、もう高木さんがお前あるだろって、オールナイトで喋ろうとしてんだろって言われて。そうです、もう全部喋りますから、全部教えてくださいって言って、もういろいろ徹底取材してきましたよ。すごかったな。いやずっと一番年上の明石家さんまさんがずっとやっぱガムテープ口に貼られてんねん、もう。すごい舞台や。でもやっぱりそのあれやったもんね、そのダウンタウンさんもその浜田さんと松本さんでちょっとカッてこうなって、松本さん喋ろうと思ったけど、浜田さんがこうバーってあのテープ行くから、こう一瞬松本さん引くみたいな、なんかみんながもうすごい状態やったのよ、あの時。すごい、すごい、えぐかったな。もう一回ないかな。もうないな、もうないやろな。一回きりのもんやろね、あの緊張感も。いや、あれをやっぱこうなんか、もうないやろうけど、まあ最後にああやって実現できたやな。すごいよ、ほんまに、うん、もう絶対ないと思ってたもん、ほんまに。だからこうなんか、いいともグランドフィナーレ近づいてくるにあたって、なんか昔のレギュラーとか総出演って言うしたけど、ああもう絡むことないんやろなと思って。でも結局そんなん考えんでよかったよね、制作側も。ああなんねやったら、そんな、うん、なんか変な気遣いであったりとか、うん、なんかなんちゅうの、もうこういう構成にしようよとか、そんなんもう別になくてよかったな。うん、でも他の番組やったら脳出てるかもしれないしな。そうやね、やっぱこれやっぱりタモリさんのあのね、うん、ああいいとも最後の、そうやな、場所やから。うん、いやタモさんがあそこにおったから、ほんまにあんだけ並んだわけやからね。うん、そうそうそう、いやーすごいの見れたわ。もうない、うん、もうないよ。よかったね、みんな見れて、ああいうの。そう。こんなこと言うたらええけど、出てた感覚ないからね。俺ら。映ってたかもしれんけど。すげえと思ったもん。映ってた？映ってた？いやいや、見てたから。なんか喋らなと思って。あ、でも、タモさん、いいともやからタモさんにって言って、パターン作らな、ああいうとこでパターン作らなあかんから、パターン持ってなあかんと思って。タモさん、いいともお疲れしたっていう、このパターン1個でいこう思ったからね。このパターン 3回ぐらい使えたけど、それ以外はもうえぐかったな。浜田さんとかのなんか一瞬すごいのを見た。何ごちゃごちゃ言っとんだお前らこらっていう。もうスッともう肩に、大丈夫ですかって言ってこう。肩スッとこうさ、大丈夫ですかって。すごかった、本当に。そうね、うん、この後もだから、あの時何を喋ったか
っていうのをちょっと、うん、たっぷりとお話ししたいと思います。お笑い評論家みたいなの聞いた。